どうもジャルジャルですということでですね、10月20日21日に淡路島国営明石海峡公園特設ステージ TKF 大祭りが行われまーす。ね、我々ジャルジャルが来るってことはやっぱりそうやね、全国のレベルになってきますから、やっぱ後藤からしたらね、やっぱすごい祭りやと思いますよ。いや、その福徳からしてもね、やっぱね、芦屋から行きやすいですから。まあ確かに僕も吹田からね、吹田も近いですからね、吹田も、ね、奥さんも読んだらよかった。奥さんもそうですね。そうですよ、本当に。いやでもめでたいですよ。めでたい TKF です、まあ、田村さんね、いやもう新大阪のカレーですごいお世話になってる。あなたさん、あとね、海の家のあの、カルビも食べ過ぎです。食べ過ぎました。毎日食べてますから、あ、すっごいまいです。もっとね、田村さん、もっとチェーン展開してください。もうどこにでもあるようになればもうすぐ食べれますので。でも直々にまだね、その TKF だぞっていうのをまだ お差し出しいただいてない。うん、ね、やっぱ僕ら絶対的なやつはやっぱね、TMN に入りた、あ、それ、TMN ネットワーク、すいません。何 TM ネットワークやったっす、すいません。 TKM、 そう、間違えた、ね、TMN は TM ネットワークです。田村健二さんっていうことでね、まあ、何田村健二さんだよ、でもえ、玉川健二さんのね、やっぱその軍団ですよね。そうですよ。この TTP ってのが、あ、TTP じゃん、TTP じゃん、TTP じゃん、TKF や。え、 TTP って何だ、 TTP って何だっけ、それ。なんか、あんねん、そういうのが。TTP があんねん。絶対そんな、あろうとした。どういうことだ、TKF ってあれ、あれ田村健二。じゃあ、父ちゃん、母ちゃん、ファーザーじゃん。父ちゃん、母ちゃん、ファーザーだ、お前。わ、父ちゃん2回やってるやん。父ちゃん2回やってる。父ちゃん2回やってるやん。ちゃうの、それ。違う、TPO のやっぱね、グループっていうのは。TPO ちゃうわ、あの、そのケースバイケースに合わせて服装の TPO やん。違う。TKF やから。間違いすぎやから。そうです。でも、ほんとにね、コンビで僕ら誘っていただけるの、田村。いや、めちゃめちゃ。それでも結構特殊ですよね。ありがたいですよね。僕らそれがもう、お伝えいただいてるの、うなぎが行っても僕も行けるという、ね、コンビ毎年ね、行かせて結構ね、重要なところで、田村さんにいいアドバイスをいただいてるんですよ、ね、そうなんですよ、はい。ただ、うん、橋本、あの、それはもう心配せんと、うなぎでいいぞっていう、一回ちょっと僕の中でちょっとうなぎっていうのは、あー、それね、それの話する長なるで、でもうなぎ言うてもらいますけど、まあまあ、俺言うてることや、そっちの時間、頼むわ、ほんまに、そっちの時間、ジャルジャルだから、頼むわ、ブレブレなんでしょうし、いや、こんなダラダラ喋りすぎるもんじゃない、ね、だからちょっと、僕からね、ちょっとお返しといてなんなんですけど、まあ、世話になったんで、その、ちょっとね、僕最近似顔絵描かしてもらいまして、田村さんの、そら、タムケンさんのね、大派閥のおさの、そうなんですよ、やっぱね、そイラストを描いてきてました、ね、これも古典とか開いてますね、はい、ちょっとこれやっぱちょっと男前に描きすぎたところ、いやー、すいません、ちょっとね、そういうのやっぱちょっと上乗せしちゃうから、かなりリアルに描きました、ちゃんと描きました、はい。じゃあ田村さんの、はい、こちらです。いや、俺やないか、これお前雑いな、おい、チャー雑いぞ、お前これ俺やろ。いや、一応俺は、あ、この描き方でも俺やから、これえ、田村さん、メガネしてなかったっけ、メガネしてないか、田村さん、あ、そう、違うや、俺や、こんなおい雑いな、これあー、どっかから橋本になっちゃいましたね、なんですか、でもすごい人数集まりますから、ね、そうです、淡路島がね、こんな喋るもんちゃうんですよ、これパニックなるぐらい淡路島、そりゃそうですよ、だから本当にね、皆さん、ぜひ TKF 祭りに遊びに来てください。